皆さんこんにちは、丸さんです。いつも僕の動画を見てくれてありがとうございます。パチ君もね、一緒に見てくれてますので今日もパチ君元気？うん、いいですね。最近映画を見ました。もうね、コロナの影響でいわゆる劇場で見るっていう機会が少なくなってるんですが、それでもね、クリエイターの方、映像作家の方、映画監督の方、役者さん、皆さんいろんな努力をして映画を作っています。ちょっと声大きい。映画を見ると僕は必ずパンフレットを買う方なんですが、今回のですね、見た映画はこれです。じゃじゃーん、パンフレット、ちょっとちっちゃめ。岩井俊二監督作品、8日で死んだ怪獣の12日の物語、劇場版です。これね、もともとはですね、実は、樋口真嗣監督、もう日本を代表する特撮の監督ですよね。樋口真嗣監督が、インターネット上で始めたリレー動画、カプセル怪獣計画というのがありましてですね、バンって飛びながらですね、やるんですね。バンッと撮ってね。で、そのカプセル怪獣計画というリレー動画が終わって、その後に、岩井俊二監督が、引き継ぐ形といったらいいのかな、そのカプセル怪獣というものをテーマにして、12編の動画を上げました。それが最初、8日で死んだ怪獣の12日の物語っていう YouTube 動画が上がってます。なんとそれが終わってからですね、劇場版ができたんですよ。すごいんだよこれが。またで、そもそもこの、8日で死んだ怪獣の12日の物語っていう連続動画は、俳優さんのね、監督もされてますけど、斎藤工さんが主演で、ある日ネットで売ってたカプセル怪獣を買いました。それの成長日記というか観察日記のような動画なんですけどね。それはそれでまた面白いんですよ。でそれが一本の映画になりました。8日で死んだ怪獣の12日の物語、全編白黒です。で、いわゆるね、役者さんたち、斎藤工さんとかノンさんとか樋口監督も出てますね。なんですが、いわゆるズームとか、YouTube 動画とかそういうのを上げていてやり取りをしている。で、この作品自身も実はリモート撮影だから、スマホをね、こう家に置いて役者さんがそのスマホの前で、お芝居をするっていう。で、Zoom みたいな、ビデオ会議をやったり、YouTube 動画で配信されたりっていうことなので、なんかね、すごく今風なというか、今ならではの映画の作成の仕方をしています。で、これって今、サイト見ると、劇場だけではなくて、オンライン上映っていうのもやってるんですよね。でオンライン上映って何かっていうと、ちゃんと1800円なりを払って、24時間だけ見れてる、本当に、いわゆる劇場公開の映画と同じような形でネットで配信している、見放題とか、1本400円とかそういうのとはちょっと違って、今まさに上映中のものを同時にネットでも配信し、ちゃんとした金額を取っています。で、一部にはね、そのスクリーンで見る映画をパソコンで見ても同じ金額なのっていう意見もないわけじゃないんですが、実はこの内容的に言うと、まさにそのネット越しのっていうのかな、そのパソコン越しの、パソコンのモニター越しのやり取りが物語として進行していくので、逆に大きいスクリーンで見ればね、もちろん映画というのがあるんですけど、パソコンで見てもかなり、むしろリアリティのある、まさにそのね、その役者さんと一緒に、ビデオ会議に参加してるんじゃないかとか、一緒に動画サイト見てるんじゃないかみたいな感じの、没入感というのかな、それがあるので、なるほど、この映画の撮り方であれば劇場もいいけど、ちゃんとしたお金を払ってパソコンのモニターサイズで見るというのもありなんだなっていうのを思いました。面白いですよこれ。
あの今の時代っていうのを、まあ、ベースにはしてるんですけど、ちょっとずれてるんですよ。なんて言ったらいいのかな。このね、樋口監督役の樋口真嗣さんのセリフの中で面白いのがあるんですけど、あのかつて僕たちが特撮映画を見ていた、あ、特撮のテレビドラマね、ウルトラマンとか見てた、それをあの頃は毎週のように宇宙人が地球にやってきてっていう話をするんですよ。でそれがあのいわゆる陰謀論とかフェイクニュースとかの類ではないっていうことの言い方なので、この時代に、この世界観においては宇宙人も星人も、あの星の人ね、何々星人っていうのもありあったん、 いるんです、実在するんですよっていうことがあって、このカプセル怪獣がネット通販で買えるっていうね、面白いです、うん、で分かる人にはちょっといろいろ分かるみたいなところがあって、監督が樋口真嗣が監督、あ、樋口真嗣監督も出てる、監督が岩井俊二監督で、佐藤匠役が斉藤匠さんね。で、マルトノン役、ノンさん。これね、マルトノンってすごいの。逆に言うとね、ノンマルトなのね。ね、わかるよね。わかる人はわかるよね。ウルトラセブン見ててね、ノンマルトって。かつて M78 星が地球人のことをノンマルトと呼んでいたっていう。で、あと岡本壮さんが出て、岡本壮役を、あ、違う、岡本壮役を武井壮さんがやって、YouTuber 萌香さんを星萌香さんがやってる。で、樋口監督役を樋口真嗣さんがやり、主題歌は、小泉今日子さんの連れてってファンタジーです。で、これサイトを見ると、このカプセル怪獣がフィギュア化されています。あ、ちなみにね、このパンフレットも劇場に行ってないんですが、ネットで買います。それからその公式サイトで買います。というわけでですね、ちょっと面白い映画の作り方であり、見方、そのね、観客としての体験としても面白いなと思いました。岩井俊二監督、8日で死んだ怪獣の12日の物語、今、オンラインで絶賛上映中、劇場でもやってます。これね、ミニシアターの支援活動にもなってるそうです。ぜひ、あの本当に、あ、なるほど、こういう映画はありなんだっていうのを体験できますので、おすすめです。ぜひ